仕様なのかバグなのかちょっとわからないんですけど、 PC エンジンのシステムカードは内蔵ストレージにインストールしないと正常に動かなくなります。まずこれでインストールしてますね。これでインストール、ここで内蔵ストレージ、これを選ばないとソフトが起動しないんですね。それで今インストールしたものを起動してみると、まあいつもの画面でも、これだとこの画面だけで何もできないんですね。なので使うときには、よいしょ、このソフトの方で BIOS 選択でこれで選べるんですね。左の方がポリメガのオリジナルの BIOS で、右がインストールしたシステムカードの BIOS でこれで選んでゲームを開始。いつもの画面です。これで起動できるんですね。まあ、将来的には外付けにインストールしても動くようになるかもしれないですけど、今の段階では内蔵にインストールしないとこの画面まで来れないですね。